皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いて良いと思ってくれた方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは始めましょう。はい、こんな夜中ですが今日はちょっとアップします。基本いつも夜中になってアップロードしても視聴回数あまり望めませんよね。 YouTube っていうのは、まあ、自分が思うに最初の 1,2 時間で再生上げなきゃ拡散力がどうやら下がると思ってるんですよ。なのでゴールデンタイムに上げた方が再生数っていうのは、まあ、伸びるんですけど、まあこれ一応速報というか、赤穂亮選手、はい、赤穂亮選手ね、はい、先日カシメロ選手との試合で、まあ結果的にノーコンテストになりましたね。ノーコンテスト。まあだが赤穂選手に対する批判が続出してますよね。もう海外からも、まあ日本国内でも赤穂選手に対する批判の嵐です。そしてまあ先ほど、今からもう数時間前、赤穂選手が自身の YouTube にてカシメロ戦を終えての動画をアップロードしました。まあそれによると、なんだかもうあれ見てると、なんかもうなんだかかわいそうになってきましたね。なんかもうなんであんな犯人みたいに尋問してるのかなっていう、なんかそんな気分でしたね。まあ、なんて言ったかというと、まあ本人の見てもらえばわかると思うんですけど、まあなんか結果的に言うと顎の骨折れたらしいですね。まあたった2ラウンドのあれだけの攻防で折れたのかっていう。いや、そう考えるとカシメロやっぱり世界レベルっていうのは恐ろしいですね。やっぱり格が違いますね、世界レベルっていうのは。そして赤穂選手におそらく恐怖心を与えた。赤穂選手自身はこれが嘘だか本当だかっていうのはもう分かりません。これは本人にしか分かりません。まあ自分ではもう意識が飛び飛びだったと言ってます。まあそしてあのラビットパンチのあの行動ですね。まあ後頭部をいきなり、審判が後頭部を注意したと、赤穂選手が後頭部を抑えた。まああれについてもあんまり覚えてないみたいです。まあ本能的にやったかもしれませんね。まあ確かに言われてみれば、しっかり意識があれば、まあ普通に我慢してやるんだと思います。おそらく試合中、どうでしょう、痛みっていうのより、試合中っていうのはアドレナリンが結構あって、痛みはそこどうなんでしょう、痛みがどれぐらいあったのか。本人はもうどんどん痛くなってきたって言ってるんですけど、はっきり言って意識朦朧としてる中であんまり覚えてないと思うんですよね。まあ、試合中の本当瞬間瞬間の記憶など本当に飛び飛びだと思うんですよ。これダメージがなくてもあんまり覚えてないとか、結構あるんですよね。まあ、熱くなってる中で、もう集中力高めてる中でも、終わったら、あ、どうしてたんだっけっていうことも結構あるんですよ。まあとにかくなんだかかわいそうでしたね。まあなんか人生まだこっから長いんで、まあボクシングやらないにしても、なんかあれを見ると、まあ過ぎてしまったものはしょうがないんで、なんかどうにかして吹っ切れてほしいですね。ただ人生においてあれはずっと後悔すると思いますよ。だからその後悔を飛ばすために何か見つけられるといいですね。例えばこれ冗談なしに、これ冗談なしに、例えばですよ、ブレイキングダウンに出るとか、そこで新たな人生をスタートする。まあそういうのもありだと思いますよ。まあこれ冗談で言ってるんじゃないんですけど、このまま普通の生活してたらずーっと頭によぎっちゃうと思うんですよね。だから何かしら、やっぱり勝負で戦ってきた人っていうのは、また勝負ごとで、その鬱憤を晴らす。まあ邪念を晴らすというか、なんか大いに、何か他のことでも燃えてほしいと思います。
例えばボクシングこのまま現役やるにしても、なんか吹っ切れるぐらいの試合で最後終われたらいいと思うんですが、やっぱり今回顎の骨折れたとかで、それも当分試合できませんよね。顎の骨なんか折れちゃう。1年ぐらいは最低でもできないんじゃないですか。となるとちょっと今更復帰戦っていうのもなってきますが、なんだかあれはかわいそうでした。とにかく、はい、ってことで、まあこれ以上言うことはありません。もう赤穂選手のお話はいいんじゃないですかね。12月13日4団体統一戦に集中しましょう。皆さん、赤穂選手はもう頑張りました。はい、ってことで、これ聞いてくれた方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。